やばいぞ。今日は芸能人なのに数字が取れてない。がんばっちょー。で、芸能人 YouTuber をまとめました。それなりにプロの編集技術を用いた、頑張ってるチャンネルゆえに推しのを紹介します。YouTube 界の厳しさを知ってる私だから、愛ある言葉でダメ出しをしてやるぞよ。では、がんばっちょー。で、芸能人 YouTuber 頑張ってる編。まず一つ目、香取慎吾。言わずと知れた、スマップのマヨネーズ王子。登録者38万人にもかかわらず、現在の数字はこんな感じ。頑張っちょー。ただ、毎日更新しています。しかも、YouTube 企画にすり寄っての、音フェチ動画です。超一流芸能人のあの香取慎吾がです。私はそんな彼を見たくありませんでした。それゆえに尊敬しています。私がスマップなら、嫌です。ただ言わせていただきたい。YouTube の好きなことで生きていくというのは、裏の言葉で、表は誰かの好きなことで生きていくが正解です。私も大嫌いな YouTuber のことで生きています。慎吾ちゃん、すり寄るならもっと、おばさんたちに媚びよう。頑張ってる編二つ目。小木ゆか。問題三席の NGT48 の嫌われ者、小木のゆかが、まさかのネット参戦。これは炎に飛び込むなど、同じ行為。私は以前から、小木のゆかさんの根性とサービス精神が本当に好きです。しかしこの数字は本当に残念です。バンジージャンプ以外 NG はない。のコンセプトのこのチャンネル。彼女の意気込みを感じます。低評価にもかかわらず、頑張る姿はまさにプロ。しかし言わせてください。そろそろ本気出せよ。小木ゆかってもっと弾けてただろう。イメージを回復させるんじゃない。そのままの以前のままの小木ゆかを出してくれよ。低評価なんて気にするな。以前の超元気な KY 感をもっと出しまくってくれよ。私が応援する21歳小木ゆか、大人になるな。そして3つ目、ドリフターズ中本浩二チャンネル。数字はこちら、もはや遺言です。うっそー。3つ目はあのガチャピンチャンネル。45万人もいながら数字はこんな感じ。内容は本当につまらないです。ガチャピンのプリンを誰が食べたのかというコントにスタッフ3人も登場して、フジテレビはまだまだリストラの必要性があると感じています。子供向けか大人向けかはわかりません。そして4つ目、ユキポヨ。登録者31万人のファッションリーダーの再生数はこんな感じ。少ない。更新頻度の割に少ない。なぜでしょう。理由は簡単。本気度が見えません。以前カジサックや中田が言っていた言葉があります。プロでも YouTube は本気出さないと足元すくわれるぜ。まさにそれです。それっぽく YouTuber してても視聴者は満足しません。フクレナ見た方がマシってなります。そして5つ目、バタフライ東京チャンネル。平成のぶしこぶしプロデュースと言われているが、どう考えても笑いを知らない吉本興業新卒社員が考えそうな企画で、日本でも珍しい男性ストリップ、バーレスクならぬボーイレスク、17人の有望な若手芸人を集めて、数字はこんな感じ。1年も活動して登録者たったの3000人。もはや大学のサークル以下。改善点はオープニングが15秒もあって長い。15秒あれば3つボケろ。それが芸人やろが。はい、いかがだったでしょうか。 YouTube は SNS です。勝手に配信したければすればいいのですが、まあそこに文句は言えませんけど、やっぱり数字を取りたいですよね。芸能人の皆さん、有名になりたい人、私の Twitter に登録してくれたら数字の取り方こっそり教えてあげるよ。手立ち伸びたら宣伝してね。この YouTube 会話には私のアドバイスを受けて伸びたくせに、全く連絡くれなくなった YouTuber が何人かいます。忘れんぞってことー。